ひろゆきさんは酔っ払うと暴れるという動画を拝見しました。面白いことなら何やっても OK、ただし法令に触れない範囲でという気持ちはすごく共感できますが、私は酒に飲まれすぎて失敗してしまうことも多々あります。ひろゆきさんは泥酔しながらもギリギリのところで理性を保っているように思いますが、どのように保っているのでしょうか？保ってなくて結構やらかしてます。なので、理性がなくなるというのは普通だと思います。まあ、アルコールがあると理性がなくなるのは普通だと思うんですけど、ただ僕その、理性がなくなっても、多分、その法律的な一線はそんなに超えないんじゃないかなと思ってお酒を飲みながら喋ったりするんですけど、たまに恋したりするかもしれないんで、その時はすいません。